ドライブなんでこの曲を選んだんですか？なんかきっかけあったんですか？昨日行ったのと同じかな。なんか一番好きな曲だし、まあ、似てるけどね。なんか普通に。すごいな、ラリーはピッチ。うまくできる曲だから。ラリー感すごい。パフォーマンスも、なんかすごい一番上手にできてるなっていう感じの曲で。ラリーマシンだけでもうね、だから窓からもうドアから全開でね。聞く機会ってお母さんが中も砂まみれでも全然 OK だ。そういうわけじゃなくて、たまたまラリーマシン。すごい。もうバッチリだ。すごいね。すごいことになってるけどな、なんか。YouTube でね、いつも、あー、こういう曲もいいな。すごいな。で YouTube で、ね、2人ともやってるけど、ね、皆さんぜひ、ね、チャンネル登録していただきたいと思いますけども、コスプレもしてるよね、2人でね。ああ、なんかやってた気がする。キモ、キモダブル RX STI ね、ダブル RX STI。 普段のイベントは来てるけど、オチラ来てない。オチラ来ないよね、それはね。でも暑い暑い、ダブルス暑苦しい。でもちゃんとあのお母さんが作ってくれてるぞ。ヘルメットも、売り物、売り物ですよね。ちなみにいつも普段あのイベントで着てる着物は、うん、なんと生後何ヶ月だっけ？生後1ヶ月から着てる着物なんです。STI パフォーマンス。生後1ヶ月から着てる着物。今の方の NSX さんね。ホンダを代表するスーパーか。いいね、なんかずっと思い出があってね。NSX こそスーパーだよな。で今日すごい砂。さあ今日ね、今スーパーが92台着てるけど。ホンガーのシート、はい、NSX 早くあのオレンジの車じゃあということでリアルなジョンよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいな、大蛇だな。大蛇、大蛇ことオロチ。顔がやばい。なかなかこんな顔ないよ。ありがとうございます。最後ね、三岡パワーをいただきました。三岡が生んだスーパーカーね。これからの活躍をねますます期待してますからね。気をつけてね、気をつけて。オロチ、オロチね、うん、昨日も1台行ったかな。10月9日カラオケバトル、ぜひとも皆さん見てくださいね。よろしくお願いします。救済イベントにもこの間いたよな、オロチね。オロチはもう何でもいる、そんな感じか。オロチ、ね、サンマルノデッド、うーん、これ初代か、初代か2代目か、なんか、うん、どっちを、ちょっと2代目かな。でもちょっとロングノーズになってるかな。2代目かな。2代目の Z だな。ワイドボディね、 Z もスーパーか。カスタムドアがやばい。3号の GTR だな。3号の GTR ね、って感じね。うん、いい感じね。あ、ブリッドのシートが2脚入ってるね。ブリッドが2脚で。カスタムでもそれ以外はちょっと、こういうのもこれ多分、オリジナルっぽい感じだよな。うん、まあ、いじるとこもないかもしれんけどね。GTR となると。35GT。